インプラカブルはイギリス海軍の航空母艦、インプラカブル級の一番艦。その名を持つ艦としては3隻目、フェアフィールド造船にて建造された。初代艦長は、ラクラン・マッキントッシュ大佐であった。インプラカブルは1944年10月から作戦に従事し、ノルウェー沿岸での船舶攻撃などに従事した。 10月31日には艦長がチャールズ・ヒューズ・ハレ大佐に変わった。1944年11月27日、インプラカブルを発汗したフェアリー・バラ・クーダが連合軍の戦時捕虜を乗せたノルウェー戦リゲルとコースネス2隻に対して爆撃を行い、リゲルに乗った2571名が死亡した。2隻はドイツの兵員輸送艦と誤認されたため攻撃を受けた。 インプラカブルは1945年3月16日にイギリスを離れ地中海スエズ運河経由で5月8日にシドニーに到着し広範囲修理を行うため帰国するイラストリアスに代わって空母部隊に加わった。インプラカブルはフェアリーファイアフライ、スーパーマリンシーファイア、グラマンアベンジャーといった機種を運用した。部隊に加わって最初の任務は カロリン諸島のトラック島にある日本軍飛行場への攻撃であった。インプラカブルは終戦まで太平洋に泊まり、フィリップ・ビアン少将が中将に昇進、イギリス海軍太平洋軍の司令官を引き継いだ後、その機関として戦後も太平洋水域に泊まった。その後、戦勝記念式典に間に合わせて帰国した。インプラカブルは1955年に、 インバー会心でスクラップとして解体された。ありがとうございます。